し、よっしゃ、よっしゃ、今もう2時過ぎなんですが、霞ヶ浦へ向かいたいと思います。で、初めての方が今回エントリーされている方が非常に多いので、イタコインターからのまずスタート集合場所案内をさせていただきます。はじめね、スタートする前にエントリーする場所は、イタコインターのバスターミナルで集合してスタートするんですが、各自、いろんなポイントで釣りをしていただいて、その後、帰りの集合時間を、スタート時に皆さんの多数決で決めて、大体でもまあ10時が多いですけれども、決めた時間に集合して、もらう場所は、スタート場所と違うトンボ公園というところね、そこまでの道のり案内もさせていただこうかなと思います。これが東関道、東関東自動車道の終点、料金所をくぐります。2車線になるんですが、このドン付きで、これがもう集合場所のバスターミナルです。正面が、この正面左側ですね、一番このロータリーの左側から P パーキングですね。この一般車って書いてある、これ 2.3 メートル以上の車入場できませんってなってますんで、高さ制限はあります。じゃあ一旦入ってみますね。1時間なら無料なんですけども、まあ1時間以上いても500円な。水郷イタコバスターミナルって書いてあるこの建物の前に集合で、ここでやりますね。ここでレギュレーションとか、説明させていただいてスタート。1時間まで無料だと思います。これを止まれで、これを止まって、それでまあ今度帰りのね、このままこのバスターミナルからの閉会式の集合場所、ここの信号をまずバスターミナルからは右折します。でこの通り、佐川急便さんが左にあって、右側は清宮イタコ物流センターというところがあります。こういう有料のパーキングも1日300円であります。で、ね、1台置いていかれる方とかね、2人で回ろうという方も、ね、こういうところに止めてやっていただいている方もいます。1個目の信号、これを左折します。こういう道になります。この白赤の鉄塔のところ、ここがキーポイント、これをちょっと右側斜めに入っていきます。そうすると外那坂浦に出ます。土手側に登って、このドックのところをね、左側にかすめる。ここでまた、Y 字路分岐してるんですけど、この下に入っていくと、ドックの脇を。そうするとこうちょっと砂利道になるんですが、気をつけながらゆっくりと徐行で進んでいただきます。でこの道、こういう感じでまっすぐ道なりに来ると、こういう感じでトンボ公園になります。で今昨日の雨ね、結構降ったんで、だいぶ、道が向かって悪くなってますね。ここはトンボ公園。ちょっと風が当たっちゃってるからな。とりあえず外の坂ちょっと今もう風当たっちゃってますが、ちょっと難しいと思うんですけど、あの足際だけちょっと通してみたいなと思います。あとこの辺ね、ちょっとやってみます。よし、あー、出た。取れたんですか？いや、今逃げられました。すいません、驚かして。つい声が出ちゃうんで。ああ、今食った。
やー今いいとこ入ったな。よしよしよっしゃよし、でかい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 、よっしゃやりました。お母さん釣れました、釣れました、ありがとうございます。霞ヶ浦初のね、シュープリームキャスターロングロッドでやりました。嬉しい、今年初釣れました。よっしゃー、やりました。すげえいいバスブリブリ2連発、よっしゃー、大会明後日釣れます。40アップブリブリね、やりましたよ、ブリブリのいいバス、よっしゃ、堂々の40アップ、よし、あそこギャラリー見てて行っちゃったと。いや、霞ヶ浦水系4月、あのバラみたいなと